マンティネイアの戦いは、アルカディアのマンティネイアにて、紀元前362年に、テーバイを中心とする、ボイオティア同盟軍とアテナイスパルタマンティネイア、連合軍との間で戦われた海戦である。紀元前362年、テゲアを中心とした、アルカディア人とマンティネイア人との間で紛争が起こり、テゲア人は、ボイオティアに、マンティネイア人は、アテナイとスパルタに援助を請うた。これを受け、テーバイの将軍、エパメノンダスは4度目となる、ペロポネソス半島への遠征を開始した。彼は、アテナイ軍を、ネメアで待ち構えたが、アテナイ軍は回路を取って、アルカディアへ向かったために、それを捕捉することができなかった。そこで彼はテゲアへと向かった。スパルタ王アゲシラオス2世率いるスパルタ軍もまた、アルカディアに出撃し、これを知ったエパメノンダスは、ガラ空きのスパルタを攻撃しようと考えた。これを知ったアゲシラオスは、遠征先から本国に伝令を送り、すぐさま援軍に駆けつけると述べ、軍を反転させた。エパメノンダスは夜を徹して、スパルタに進軍して包囲したが、いち早く到着したアゲシラオスはこれを迎え撃ち、スパルタを守り抜いた。その夜、エパメノンダスは、テゲアに戻り、不評部隊を休ませつつ、マンティネアへと騎兵部隊を送った。ヘゲシレオス率いるアテナイ軍6000人がマンティネアへの援軍として来ており、アテナイ騎兵とテーバイ・テッサリア騎兵との間で戦いが起こり、アテナイ騎兵が勝利した。その後、エパメノンダスは、不評部隊を率いて、マンティネアへ向かい、スパルタ軍もマンティネアへやってきたため、戦いとなった。ボイオティア軍は左翼を、エパメノンダスが率いるボイオティア軍が、右翼を、アルゴス軍が占め、中央は、エウボイア軍、ロクリス軍、シキオン軍、メッセニア軍、マリア軍、アエニアニア軍、テッサリア軍、その他の同盟国軍が占めた。一方、アテナイスパルタマンティネイア連合軍は、マンティネイア軍とアルカディア軍が、スパルタ軍と共に右翼を、アテナイ軍が左翼を、その他同盟軍が中央を占めた。そして、両軍とも騎兵を両翼に配置した。戦いが始まると、ボイオーティア連合軍右翼に配置されたテーバイ騎兵と、軽装不評が、アテナイ騎兵に襲いかかり、敗走させた。しかし放置されていたエリス騎兵の支援を受け、アテナイ騎兵は逆襲を開始し、テーバイ騎兵を敗退させてその多くを殺した。しかし、左翼の騎兵戦では、ボイオーティア連合軍が優勢に立ち、そのテッサリア騎兵がマンティネア勢を圧迫していた。不評同士の戦いにおいては、ボイオティア軍とスパルタ軍が激戦を繰り広げた。その最中、エパメノンダスは、自らの働きと勇気でもって、勝利を得ようとし、手勢を引き連れて敵に攻撃を仕掛けた。彼は槍を放って、スパルタ軍の指揮官の一人を殺し、敵を押しに押した。敵の総司令官が最前線に出張っているのを見て、取ると、スパルタ側は、祖国の命運が、エパメノンダス一人の死にかかっていると考え、多くの損害を出しながらも戦い、彼に攻撃を集中させた。彼は雨あられと降り注いだ矢玉をかわし、払いのけ、それを敵に投げ返しさえしたが、敵の放った槍を胸に受け、倒れた。彼に致命傷を負わせたのは、アンティクラテスなる、スパルタ人であるとプルタルコスは述べているが、パウサニアスは、同時代の歴史を著述した、クセノポンの息子グルロスであるとしている。しかし、同時に、ボイオティア軍は、スパルタ軍を突き崩し、敵を敗走させた。ボイオティア軍は敵を短時間追撃した後、勝利の証として、戦場と戦死者の遺体を確保しようとして、また総司令官の死によって、十分な追撃ができなかったため戦場に戻った。イザークはラベン、エパメノンダスの死陣営に運ばれたエパメノンダスは、軍の指揮権を引き継がせるために指揮官の一人、ダイファントスを呼ぼうとしたが、彼は戦死したと聞くと、次はイオライダスを呼んでほしいと言った。しかし、彼もまた戦死してしまったと聞くと、テーバイには指揮官は残っていないと言って、敵と講和するよう指示した。そして、満足のいく人生であった。敗北を知らずに死ねるのだからと言って落命した。あるいは彼の最後の言葉は、私は自らの勝利を、すなわち、レウクトラとマンティネアという二人の娘を残すのだであったとも伝えられる。この戦いの後、双方が勝利を主張したものの、交戦国の間で和平が結ばれた。この戦いで、ボイオーティア同盟軍は勝利を得たものの、エパメーノンダスをはじめとする多くの有能な将軍を失った。そして、テーバへの派遣は彼の個人的な才覚に依存していたため、これ以降テーバイはギリシアの覇権を維持できなくなり、衰退の道を歩むこととなった。ありがとうございます。